さて、追っ始めるか。また負けた。内地へ絞って考えろ、自分。冷たいよな。お優しいことです。とっととはじ、なん、とぼけんじゃねえ。何言ってんだ。なあ、ぶっちゃけだ。あなたとできることですが、あの泣き、私は、とま、ですが、その時、気ぐる。こいつら人間じゃないぞ。ドロール、一色あり。ファルネーズ様、急げ、奴らが危ねえ。大丈夫か？うん、なんとか。あの子が魔法で、ってあれ、いない？何言ってんだ。ここは危険だ。抜けるぞ。トロールに魔女ですか。幽霊や化け物の類に比べると少々メルヘンチックですね。そういや、そうだね。どの口で言う。トロールに魔女、まさか使徒か。なんだここ、すげえ。マジでおとぎ話だぜ。なんだろう、この懐かしい感じ。石像が動いた。なんだこの間抜け面。これゴーレムって言って、お手伝いとか家の番人とかする魔女の召使いの泥人形だ。資料、使徒の手先。いや、何かが違う。
だって結界を抜けてきたのかしら。この人間は立ち入れないのに。なんだろう、あの二人。まるであの二人が鏡を引き寄せているよう。嘘だろ、こんなところで。あ、お前さっきの。皆さんどうぞこちらへ。お師匠様がお会いになられるそうです。ようこそ、レイ。これが魔女？お嬢さん、もしいた、そして待って、楽園をし、ばあさん、お告げが力、そのトロール、あのバカ、この身に代わりに、もちろん引き寄せ、防げ、そのお、皆さん、み あんた。ええ、五人の見つかりを証拠。さすが。そのら、あの娘。なんで。矛盾。でも、これは、ベヘリ、叱る、たとえ。ま。ああそう。もう一つ。それを、そして、おそらくそ。出来上がりです。1日2日の間は楽園が悪霊を引き寄せることはないはずです。期待してるぞ。そちらの準備はできましたか？ピリピリするなこれ。何です、この軟膏は。魔女の軟膏といって、五感を鈍らせることによって幽体をより知覚しやすくするためのものです。これから皆さんにお渡しするのは魔法の呪物、精霊の加護を授かった魔法の道具です。よく目を凝らしてください。おや、何かぼんやりしたものが。そう、これがエレメンタルです。宇宙の固体、液体、エネルギー、気体という4つの状態はすべて隔離世における地、水、火、風で象徴されるエレメンタルたちの働きに共鳴したものなのです。サラマンデルは暴れん坊です。危ないからやたらに振り回さないでください。こいつはイカスぜ。